はい、皆さんこんばんは。どうもエルザです。それではデッドバイデイライトライブ配信やっていきましょう。はい、りょうさんこんばんは、こうちゃんこんばんは。いや、名前が変わるんだっけなんか名前変えるようなことしてたよね。さあ、今日の音声は大丈夫な感じかな。さきさきさんもこんばんは。さあ、そうだね、今日デッドバイデイライトはサバイバーメインでやっていこうかなと思います。あとは今日でね、ランクリセットが入るんで8から9と、キラーマは仕方ないねいやー、一応紫帯に先月上がりまして、いや、一桁いけたね、なんだかんだね。なんで今回はね、緑帯をから抜けてまた紫に戻すっていうのができればいいなと思ってます。はい、ありがとうございます。紫ね、何かとめでたいよね。いや、意外となんだろう、しかも第5シーズンからランクの下がり方が変わったみたいで、その前のランクだから前の色か、紫だったら緑の最高値になるとか、っていう風にランクの下がり方が変わったみたいで、だいぶ楽になってるみたいですね、ランクに関しては。なんで、まあ比較的粘れば上がるけどっていうような感じにもなってるみたいです。で、ね、いろいろと最近育ててたので、パークもいい感じに組めて、現在こんな感じですね。内なる力がなくなった感じと。まあまあ、そんな感じで早速やっていきましょうか。ちょっとね、アダムさんは早く育てたいんだけどね。ちなみに参加される方は、チャットの方で教えていただけると助かります。ちょっと一回参加をしてると、確認ができないのでね。いやー、で、あとは、そうだね、ちょっと最近、プライベートの方でデッドバイデイライトやってるときに、ちょっとね、面白いのにマッチングしたんで、そこもちょっと後で話しようかなと。面白いというか、腹が立つというか。ツイッターでやってた、最近、ゴリップクやったのはもう、完全にデッドバイデイライトの話ですね。いやー、大変やったよ。結構ね、夜のマッチングはかなり遅いんだけど、昼間のマッチングがめちゃくちゃ PS4 早くて、むしろちょっとキラーの方が遅いぐらいかっていうマッチングバランスなんですよ。もう大体この時間帯でもサバイバーマッチングしてるんで、昼間にした方がいいかなとか最近思ってるんだけど。いやーね、さ、その代わり、なんだろう、サバイバーの質がちょっと下がるっていうか、結構そのあたりが大変でしたね、やってて。あ、ツイッターの方上げてない。入れとこ。さあ、こんな感じでいいかな。そうそう、昼早いんですよ。僕もちょっとそんなことないだろうと思ってやってたんだけど、予想以上に昼間が早い。なんで、もし時間があるだけ昼にした方がマッチングは早い気がするね。 PS4 だけかもしれないですけどね。はい、みつめさん、晩は倍晩なになに、晩は倍晩は晩は、まあ、こんばんはやね。いらっしゃーい。一応今全然参加 OK です。チャットで教えてくれれば、キャンセルはしますので教えてください。いや、とりあえず5だね。ピップを5個。あ、アップデ、そうだね。アップデが2、3日前入ってるもんね。
いやー、新キラーか。新キラーね、対面した感想を言うとね、あれは強い。なんだろう、単純にさ、キラーの間合いっていうか、逃げなきゃいけない範囲がめちゃくちゃ伸びたのよね。なんかドクターのブラストの範囲は捕まえれるみたいな、一発ダメージ与えれるよぐらいの感じもあるので、結構強いね、あのキャラね。しかも意外とバンバン撃てるんで、銃をリロードタイムはあるけど、ハントレスみたいにチャージてか弾の制限があるわけじゃないから、今見てる感じはね。だからなんかそのあたり見るとかなり差がありますね。12時間、いやそこまでは多分そっから早くなるでしょうね。お、りょうさん了解でーす。あー、それがね、面白いのは、例えばハッチか、ハッチじゃない、発電機回してるのを四角から撃つとかね、いう感じがもしできれば、ある程度のエイム力でいけるというか、そんな感じがしますね。実際発電機回してる時に僕は捕まることが多かったかな。回してて見つけた瞬間には撃たれて引っ張られてるみたいな。結構強いね。確かにエイムの上手い下手は差があるかなと思うけど、あれハントレス慣れしてたらかなり楽だろうね。ガチで12時間かかるのか。12時間ってなかなかよね。まあそう、 PS4 を、まあ、例えばスタンバイモードにしとくとかね。だといってアップデートがあると思ってやってないところもあるしな。そうなんだよね。まあ PS4 でしょ。モンハンやったらとか、被ってると余計時間かかったりするもんね、アップデートね。いやー、でも。まあまあ、とりあえず、なんだかんだ紫に滑り込みできてよかったなと思うね。まあとりあえず紫に上がった時のとか、一桁台に入った時のは、ちゃんと動画残ってるんで、ちょっとね、それはまた後日、どんな感じの試合で上がったか上げようかなと思います。掃除のために。もうそれは仕方ない。いやーでも。ドクターか、キラーに関してはもうドクターか、あれだね、その新キラーだね。名前がちょっとまだ覚えきれてないんだけど、デスリンガーだったっけ。もうね、音ですぐわかるけどね、デスリンガーに関してはね。銃声がもうすぐ聞こえるもんね。さ、やっていきますか。そろそろ、マッチングするかな。ペイルローズか。まあ、味方一人近くいるけど。いや。三人か。誰か。あ、こっちか。いや、それ頼みますと。そうなるとだよね。どうした？なんでこっち来た？リージョンか、めっちゃ早いな。全然見えなかったぞ。いやー、リージョンは嫌だな。久しぶり見たのは、なんかリージョンが最近ちょっと増えてるね。さ、とりあえず治療を。
そうそう、ハントレスはウサギさんですね。そういえばあのハントレスのあの歌声ってあれらしいね、ロシアか何かの子守歌か民謡かなんかの歌が元になってるらしいですね。あー、これは味方に直してもらわないとダメなパターンか。リージョンもリージョンで結構強いからな。あ、やばい。感覚が鈍っとりますな。さあ、死恐怖症つけてるから全体的に遅くなるか。え、あ、大丈夫、大丈夫かな。さあ、味方血力つけてる。ナイス。こっち向かってきてるかな。向かってきてるね。いやー、でもリージョン今回ちょっとボロ隊は行かせるかなと思うけど、回復するまでの時間考えると結構きついかもしれないね。やっぱ近くいたか。あ、さあさあ、もう助ける助ける、ボロタイついてるから大丈夫大丈夫。あ、でもボロタイもね、距離感の問題もあるからね。早い早い早いっていう動きがマジでさ、動き早すぎんだよね、リージョンさん。いや、これ全然回してないよ。しかも結構先読みして回るタイプだね。あ、いや、これつらいな。あ、とりあえず出血止めて、中央か。あれ、キラーうまいな。助け行くのかな？行きそうだね。状況としてだよ。とりあえず直すか。いや、そうなるよね。まあそうなると追っかけてくるよね。さあ直そう。そう、厄介なキラーなんだよねこれ。一時期めっちゃ強かったけどね、最近また見始めたって感じかな。出血がつらいね。さあ、チャットの方はちょこちょこ合間見て見ていきますね。余裕が出たら見たいね。こう、やりながらね。いやー、死恐怖症が辛いなー。パークの組み合わせがいい。
さあ、あと1回だからそのまま放置してるって感じか。だよね、押し上げるよね。いやー、できれば C 恐怖症発動してるから、味方回復してほしいな。全て遅くなるからね、回復から何から何まで。どうだ、来るか。1バレするからさ、今の1で直すとね、すぐ。それ考えるとやっぱ来たね。おお、目の前マジか。で、しかもメモクレーズあっち行ったってことはもうやっぱ傷ついてるからだろうな。直そう直そう。それでチェイスしてくれるならならでも直そう直そう。遠いね。てかだいぶ回っていったね。いや、これきついね。あ、はい、初見さんいらっしゃい。チャット読めるときはします、見ますんでね。さあ、お初でどう回ってくるかな。でもね、絶対足跡見てるよね。さて、今なんか落ちてた気がしたんだが、気のせいか。まあいいや。無事。まさかの気づかれてない。まさかの。クローゼットさん、どこ行った？どこ行った？あ、いたいた。そうそう、治りが遅いはずだからね。フェンミンちゃんまで回復してくれるとだいぶ助かるんだけど。おい。中央を、ああ、中央と、そうだよね、場所的にその位置だよね。一人追っかけられてる。あと二人というか二つか。目視がね、めちゃくちゃ早いよね。見えてるんか。意外とだったね。まあ今のままか。あ、ちゃんと直してるね、二人ね。オッケーオッケー。ただね、味方二人とももう、あと残り一とかだから助けに来るかどうかちょっと怪しいんだよな。どうかな？ペンミンちゃん来るかな？あー、来てくれ、来てくれ。ねえ、あのキラーがもし上手かったら、こっちに戻ってくるかなと思ったんだけど、大丈夫だったね、意外とね。サンキュー。
さあ、めっちゃ心音が鳴ってはいるが、さあさあさあ、回復回復。あそこは板倒れてる感じか、倒してあるか。それはそれでちょっと辛いね。直しちゃう？直さないんかい。マジか、直してくれんか。いや、てかフェンミンがちょっときついな。さあ、この隙に、いや、安心して見れんな。さあさあさあ、そうそう、 YouTube で元ネタ聞けますよ。めっちゃくちゃハントレスのあれ、最後らへんちょっとね、あのリズムっていうか、あの鼻歌の感じずっと歌ってるんだけど、最後らへんちょっとね、笑いながらとかね、ちょっと奇妙な感じになってきて、結構独特なんですよね。どうした？ああ、近くいるか。張ってるか。うん。それ、アフェンミンちゃん。きついわ。いやー、マジで。あ。あー、でも、イタチは持ってなさそうだね。今ので気づいてないよ。おお、バレてちゃったいい。マジか。しかも早いんだよね、逃げ切れがね、この子。ダッシュ系とかなんていうかね。いや、バレるよね。いや、そりゃバレるわ。さあ、これで味方が助けくるかどうかだね。いやー、解放があったらさ、使うんだけどさ。そう、マジでキラーがうまい。いやー、リージョン有料だからこう、あまり特徴を理解してないのもあるんだけど、ほんと間合いがね、詰め方が早いんだよね、このキャラ。あ、あれは助けに来ないね。あ、はい、全然参加 OK ですよ。もう遠慮せず、どんどん入っちゃってください。いやー、濃いんやろうな。しかも多分ハッチ閉められるはず。似た的にね。似た的にね、動きたいよね。いや、でも今回キラーが単純にうまかったね。これこういうのがやっぱ面白い。一番嫌なの、負ける試合でさ、あの納得のいかないキルのされ方というかね、あれが一番嫌いだけど。さあ、さあね、一回だけだもんね、救助ね。さあ、せめて、お、一個もらったね。やっぱある程度ちゃんと板的に動いてると、いいね。おー、マジか、道理でうまいわけじゃん。いやいやいや、道理でうまいわけだわ、これは。そりゃうまいよ。最後どうかな。あ、
やっぱハッチね。まあそうなるよね。どっちかっていうと僕個人的にはリタ的に動いて最後味方助けるとかさ、まあボロ体持ってるからできるんだけど、意外とボロ体持っててあれで味方助けてポイントもらえる方がね、どうせ壊滅的な時は特にね。さあそれではさとみんさんが入るらしいので、ちょっとマッチング待ちましょうかね。このゲーム本当利他的に動けるかどうかだよね。やっててよく思うけどさ、結構大事。実際なんだろう、この辺りからマッチング的にキラーのランクがさっきみたいに1とか紫帯とかワキアからねキラーと当たるんで、利他的に動いてないとそもそもポイントがもらえないっていうかっていうのは結構多いんですよね。なんで紫に上がるのもそれだもんね。で、そうそう、昼間にマッチング何回かしてて、ちょっとひどいのがいくつかあって、2つあって、1つ目がキラーと、サバイバーが結託してた試合。あれがものすごくひどくて、どう結託してたかっていうと、簡単に言うと、サバイバー3人は、全然ノラなんで関係ないんだけど、例えば、そのサバイバーが、まあ、味方の位置とか分かるような行動をしておいて、まあ、鬼をおびき寄せるんですよ、結局。で、その時、鬼が、まあ、鬼というか、キラーが鬼だったんですけど、その鬼もちょっとラグいい感じになってて、当たってない範囲で当たるとかっていう状況だったんですけど、一番ひどかったのは、吊るされたのをキラーの真横で助けて、で、キラーは、その助けたサバイバーに当たらないように狙うと。で、吊るしたのを、また下ろす。っていう繰り返しで速攻で3回釣らせるっていうやり方やってて、それがねちょっとね、あ、サクサクさん全然いいですよっていうのが1回マッチングしました。お、7、すげえすげえすげえ、めっちゃやってるんだろうな、いいな紫っていうのに1回、まあ、さっきのキラー合いまして、でそれこそ結局その人サバイバーは助けるっていうことはせず、キラーの方に向かっていって、誘導するような動きとかもしてたんで、結果そのキラーとサバイバーだけで2万4000とかずつ稼いでたかな。で、1人はハッチの位置が分かる、多分何かマップとかなんかそういうのを持ってたりとかいろいろしてて、でハッチで自分は脱出すると。それがねなか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 でしたね、やっててね。それが一つ目だったね。結構大変だったね。あら、いや、じゃあそれだったのも、いや、利他的に動くのがいいよ、チェイス動向じゃなくて。お、揃いましたね。ね、楽しんだもん勝ちだよねこのゲームは、単純に。いやさすがにでもそのキラーとサバイバーが結託してたのは腹立ちましたね。久しぶりにゲームやってて興ざめするっていう感覚が一番合ってる気がするけど、あれはちょっとやだね。それでランク上げて何が楽しいのか結構ねランクこだわってるわけではないけど、なんかそのあたりがね、なんかねーっていう感じだね。じゃあ、さきさきさんもいらっしゃったんで、じゃあね、三角ボタン押してもらいましょうか。で、そうそう、が一つ。で、もう一つが、あったのが、それはあれだったよね。そう、キラーがっていう話なんだけど、サバイバー側で、ずっとロッカーにこもってるっていうパターンね。
いや、めっちゃ普通に会いましたよ。もうロッカーで、もう一人はもうロッカーに最初からずっと入ってて、味方が釣られようが、関係なし。で、一番ひどかったのは、味方を助けに行くんですけど、わざわざキラーの前に行ったりとか、して、なんか、負けを誘発するとかね。で、ロッカーにまた隠れるんですよ。で、ロッカーにずっといて、で、こちら側があと1回で終わりってなったら、わざと煽りプレイで、フックから助けるモーションってあれ、何回も連続ですると画面がガクガク動くんで、その動きをして、サバイバーを煽るっていう。っていうのがあって、結構ね、昼間マッチングが早いんだけど、サバイバーの質がめちゃくちゃ低いっていうか、大体というか結構高確率で当たりましたね、僕の場合は。で、ランク帯が大体、もう低い、そもそも低いっていう感じで、マッチングもひどかったけどね、自分だけ一桁で他の人はもうほぼ20ぐらいの人たち。で、まあ、別にそれで全然問題はないんだけど、そういうプレイヤーに限って煽りとかが多かったりするんで、結果負けを誘発されるっていう、ね、なんか何とも言えないのが多かったですね。いや、結構ひどかったね、ほんとね。お、ももぱいさんこんばんは。ね、こうちゃんひどいよね。結構ひどいよ。びっくりしたけどね、正直。全員ハッチ出してた時。あー。もうそれ諦めてるね。探しに行ってくれてたか。マジか。なかなかね。そう、外役には変わりないね。うん、ほんと。速攻ブロックしたけど。アカウント自体ブロックできるからね、このゲームは。いやー、そうになったね。時間帯的に、だからこう、普段の平日、普段だよね、今のコロナとかそういうのじゃない時期にやってた時にどうだったかっていうのもあるし、そこがちょっと気になってね。あとは通信切断が多いね。いや、結構通信切断多かった。で、9からその紫の8になるまで、実は結構、苦労して、だいたい3回に1回は煽りを引くみたいな。煽りプレイヤーみたいな、なんかちょっと変なサバイバー引くことが多くて、上げたのが全部下がるみたいなね。なんかそんなによくありましたね。お、りょうさん、おかえり。そうそう、どのゲームでも本当、煽りはね、気持ち悪いよね。いやー、まあ、そういうのがあってね。まあ、でも一番なんか腹立ったのは、鬼やね。鬼とサバイバーが結託してたやつが一番腹立つね。で、他のサバイバーは結局、0から5、6戦だったかな？もらえて5、6戦だったもんね。ほとんど1000ちょいとかでさ。しかも助けに行こうとして巻き添え食らうんで、結構ね、きつかったね、あれは。いや、なかなか辛いよ。なんで、皆さん、昼間マッチング早いんですけど、特に PS4 はね、プレイヤーが、PS4 のプレイヤーなんで、その人たちは。気をつけていただければと思います。気をつけても、もう無理なんだけどね、マッチングしたらね。いやー、ほんと、昨日か一昨日のツイッターは僕は荒れてたと思うね、久しぶりに。いやなんかデッドバイデイライトは、やっぱある程度こう、ランクも上がってきたら、なんかね、記録として残しといて、あとはこう、利他的に動くのをやっとくっていう感じでもいいかもしれないね。助ける動きをしたいから今僕はボロ体をつけてるとかいろいろやってるけどね、試して。パークが整ってるか整ってないかで動き方も変わるし、役割も大きく変わるから、そのあたりはしっかりやっていきたいよね。まあでも、あれだね、こうランクが上がって一番嬉しいのは、でも、あれ、さっきみたいに赤帯のキラーか。ランク1のキラー最近めっちゃ当たるけど、に当たれるっていうのはめちゃくちゃ楽しいね。
キラーがね、無駄な動きがなさすぎるもんね。さあ、ランプキン。いきますか。ああ、僕ですか。え、どうすんの？そっち行く？絶対近くいるよなと思ってるんだけど、絶対3人いらんよな。あ、いるね。むしろ3人いていいね。クラウン、あ、ですよね。味方ごめん、逃げる。同じ動きってかね、もうやっぱ逃げは大事だよね。意外とあの上に投げてこなかったね、毒ガスは。お、耐えてるな。おお、お、チェイスしてる、チェイスしてる。意外と。どっち行く、どっち行く、どっち行く。中央かな、真ん中に置いたかな。いや、は、いや、運んでる。あそこか。デハとかそっち系は持ってないからね、今回。さあ、血族がどうかなんだよな、問題は。あ、助けたね。そしたら回すか。回そう回そう。ここじゃない、こっちでもない。さあ、だいぶ道に迷ってます。マジでさ、ここ道迷うんだよな。慣れ。あった。毒ガスか。そう、結構なえるよ。もうほんとなえるね。ゲームのやる気が失せるからね。あ、煽りにマッチングしたか。それつらいね。なんかね、登録かなんかできるといいんだけどなぁと思う。あ、助けた。ナイス。じゃあ、もう一回僕は回し、して。そうか。ちょっと直そう。多分、キラーがだいぶ余裕あるはず。さあ、2回目。か。とりあえず。近くにいればボロ体を発動するからね。あっちか。回復系は持ってる？あ、
サトミンさんやね。ナイス。じゃあ、もう一つ。二回目か。どうしようかな。そしたらね、新キャラクターはアフターケア、アフターケアっていうか確かあったよね。一発で一段階回復させるやつね。あれをうまく使ってくれれば。むしろという感じではあるんだけどね。時間稼ぎはしたけど、どっかな。次あー助けてない。あ、助けたね。よし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 、それなら、それなら OK。 見えないぐらいならまだ OK。 よし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 、危なかったね。あ、いいね、いい感じ。直してる直してる。さあ、問題はここからか。さて、さてさて、どうなるかな。ナイス。よしよし。そうそう、直す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 。先に直す。こっちセルフ系あるから。君回復してないからね、ずっとね。さあさあ。一旦距離置いて、で一番便利なのはこれで一発回復ができるんだけど、ちょっと取ってもらっとこうかな。さあ、サキサキさんが一発目正面来る。ちょっと時間をうまく使わせてもらう方向も考えておかないといけないね。まだね、ちょっと圧がかけきれてないのよね。よし、ちゃー、これはね、どっちみち助けるしかない。はいはい、助け来たよ。さあ、あとは回復しないといけないか。ああ、やっぱ釣られるよね。いやあ、いかんね。これはサトミンさんの分もうまいこと進めていかんとね。さあ、問題はここから。今なんかいた気がするけど、いやー、マップ的構成的にスマチャクあってもいいかもね。今回は意外とこうチェイスがしづらいところが大きい、多いもんね。なんかね、さあさあ、直せよ、おばかくね。いやいや、全然大丈夫ですよ。まあ、楽しんでいきましょう、楽しんで。うまくいかないとき、うまくいかないからね、このゲームね。
で結構クラウンがポイズン当てるのうまいね。むしろ倒すなら倒して毒投げるからみたいな感覚が強いね。見てる有能の勝負。よし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 、目の前行ったね。探せ探せ、知らないやつを探せ探せ。いやー、あれ意外と難しい。キラーはね、大変なんだよね。あの降りた瞬間って FPS 視点で見えやすそうに見えるんだけど意外と難しいっていう。さあ残すは中央か奥かっていう感じかな。ポジション的にはどっちとも毒を投げやすいっていうところがあるけど、この上は治ってたっけ。さあどっちかっていうと僕が、あ、やっぱ通電してるね。正面のあそこか、という感じだね。そこか。あ、どこ吊るすかな。村の方か。てかハッチそこあるね。に追ってくるか。さあ、かくれんぼ。よし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 、成功成功。さあ、第一弾。いやー、いいね、咲いてるね、今日は。咲いてるよ。で、多分、そろそろクラウンが感づき始めそうなんで、次はちゃんと逃げようかな。サキサキさんには悪いけど。おー、すげえ。マジで怖いのは、あ、時間だね。ちょっと待って、これどういける。やっぱ吊るすよね。で、多分サキサキさんが、あー、反対側なんだよな。反対側なんだよな。血族で範囲内にはいるけど、あ、あれは行きなさいと、行きなさいというご指名ですね。いやー、でも、ああなるともう、そうだね、ノーワン確かに見つけきれてなかったなー。ですね、デッドバイはマップ結構広いところ多いですね。行きなさいという、ありがとうございます。さあ、3万もらって、チェイスほとんどしてないからね、僕に関しては。お、里見さん了解です。またしましょう。さあ、
17、うまかったよね。いやー、ランクってマジ飾りやな。とりあえずボロタイはやっぱ保険だね。で、ああいう時に解放があるといいのよね、個人的には。解放が持ってて、で、さっきの状態で無理やり助けて、ああ、でも吊らされるかな。どっちみちちょっと、場所が狭いからちょっと難しい気はするね。ちょっとチャレンジ選択させてください。あ、どうなんだろうね。確かにそういった意味では。いや、これは。いやー、スプラ、あー、でも、マップ確かにそこまで広いイメージはそんなないかな。なんかそんな感覚は確かにあるね。あんまりこう、マップが広いか。イカちゃんのキャラクターのサイズで言えば結構マップ広いような気もするけどね。こっちもこっちで結構人型の大きさ。あの、高さの影響じゃない？一番は。スプラの場合ってできるだけ平坦っていうか、低く見えるからなんか狭く見えるけど、デッドバイデライトは建物が高いからね、なんかそういった意味では、周りが確認しづらいし、動いてると迷子にもなりそうだから、広いっていう感覚はあるかもしれないね。いやー、でも10万か。解放が欲しいねー。15cm、 マジか、 15cm なのか。ってなって考えたら世界観的にもやっぱサイズは小さいってことになるよね。15cm か。じゃあ本当はあの売ってあるお菓子だったりとかあれぐらいのサイズ感だよね。 15cm 定規か。それもそれで考えてみると可愛いね。てか、あのサイズで武器振り回してるって考えるのもちょっと恐ろしいところはあるけど。さあ、もうポイントが。ないですな。19、あ、4、3か4上がった感じか。やっぱ1回のレベルアップで使う量が多いね。さあ、ちなみに、内なる力、陽動か。独学者は何だったっけ。あー、ペナルティーか。多分パーク的にこうかな。あ、追いかけられていない状態で、なかなかハードル高いねこれね。はあ、陽動ね。まあでも基本的な穴を揃ったから別に大丈夫っちゃ大丈夫な構成だね。これでボロタイついたらデッハと変えてとか、決死と変えても全然いいもんな。
デッハの方やね。消しよりかデッハか、それだったら。あ、パークですか。パークは、そうだね。一番ケイトが持ってるんで、見てみましょうか。パークですね。まあ、個人特有のスキルからっていうのであると、例えば、こういう風に、フックっていうか、救出すると、治療の速度が速くなるっていうパークもありますし、ちなみに、攻撃系のパークはないです。逃げるためにダッシュ系か、回復か、トラップとか罠とか見極めるとか、そういう探知系の3種類ですね。あれ、4つか。あれ、3種類だね。この都会の逃走術とか、しゃがみながらの移動速度が速いとか、こんなのがあります。結構大きく3種類かな。ざっくり言うとね。で、今新キャラもそんな感じだもんね。回復系、探知系、あれ探知系だったかな。ですよ。なんで、なんかね、石投げて攻撃してやりたいみたいなのとかあるんですけど、なかなかね。はい、星の星さんいらっしゃい。こんばんは。今日はデッドバイデイライトの方してまーす。いやー。一回目はね、味方を犠牲に。味方を犠牲に脱出したけど、みんなどうだったのかな、そういえば。ランクの方の影響はね。さあ、あと、米4つか。米4つ手に入れば、また紫隊員の仲間入りですね。行くかな？今日の配信中行けたらいいけど、今日のマッチングってか、1試合長かったからね、もう1時間経つよね、配信からね。1時間ワンマッチングってなかなかだよね、1試合ね。あ、そうそうそう。板とかあるから本当攻撃できるのかなっていうか、そういう系あるのかなって思うんですけど、ないです。ね、ちなみに言うと、板に関して言うと、パーク一人だけ板を倒したやつをもう一回上げ直すっていうキャラクターはいますね。それを持ってるパークの持ち主はいます。ただ、板を起こすのに、何秒間か時間がいるので。なかなかね。ああ、あとサポート系か。まあそうだね。サポート系が、例えばこういうトーテムを破壊する。破壊は上がらなかったかな。まあ発電機を回すのがちょっと早くなるとかね。まあそういったパークは、あります。やべえな、これ、キラーが。あ、誰か捕まったね。さあ、今回は、特になんか、キラーの音がするわけではなく、ドクターではなさそうだね。ブラストとか全然使ってないもんね。リージョンではないと思う。ゴーストフェイスでもないだろうな。ん？一瞬音楽がしたけど、中央か。いやー、やっぱちょっと、決死の一撃じゃなくて、スマチャクでも良かったかな。あ、こっこの音は何だろう。まあ、多分視線はあっちに向いた。こっち方面かな、いるとしたら。
まあ今のところ2人で動けてるから結構直すペースは早いよ。ちなみに直す系っていうか、あの速くなるパークはなんだっけ、回復系はめちゃくちゃ上がるんだけど、パーセンテージはこの発電機を直すやつは 10% とかそれぐらいなんで、ちょびっとちょびっとしか変わんない。あの複数人で動くとこういう風に速かったりするんで、むしろ速度計つけてってなると味方と協力する前提で動き回るといいかなって感じですね。今どっちだ、おいた、ハグかということは破滅を持ってそうだね。ナイス。はい、よ、ゴロ体ついてますよ。ラグラグ。さあ、あれで多分攻撃されたとしても15秒か、20秒持つか、20秒間一発食らっても深手状態になるんで。多分チェイスが上手い人ならいけるかな。お、ライトスタンあるんだ。へえ、それありがとうございます情報。あ、そういうことね、ライトスタンね。いやー、そうだね、攻撃方法としてはどっちだどっちだ、直してくれるんじゃなくて回復でもなくて、まあ直す、ちょっとラグが怖えな。はい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 、そうだね、攻撃系あったらね、あのキラーからすると意外とあの板だけでも結構辛いんで、キラーしてる側からするとね、それ以外の攻撃は結構辛いです意外と。あー、中央やらずにここにあるか。おお、じゃあ来るかな。意外と来なかった。ワープしてくるかなと思ったんだけど大丈夫だったね。あー、フェーズウォークの組織。お兄さん、お兄さんどう動く？お兄さん、これはうそだろいやでも警戒してるね、あと1個だからね。場所変えますか。そうなってくると、おお、この
2つの方向ね。ハッチ見つけた。いや、さ、左の方か。開けたね。早かったね。あ、こっちではない。軽く迷っております。軽くね。だいたい壁伝っていけば、見つかるんだけどね。ごめんね、ちょっとね、デイリーを終わらせたいのがあって。使い切ってる。ありがとう。ハッチで行こうかなと思ったけど、まあ変な考えは捨ててだね。あ、フェイズウォークか。なんちゃらウォークね。さあ、アイテム1個獲得する。お下がりだったけどね。さあ、味方の代わりに攻撃受けるも成功ということで。うん、みんな脱出久しぶりな気がするね。ただ、僕そんな今回仕事してなかったんで。いやいや、ナイスでした、味方さん。あ、キラーさんは。これマッチングちょっと辛くない？キラーさん。なんかバランス取ってるんだろうけど。ムーンウォーク、あ、そっちのネタに走った方が良かったのか。ムーンウォークね。ムーンウォークか。あれ、やり方分かると簡単だよね。あとは綺麗かどうかの問題だもんね。いやー、よかったよかった。無事みんなで脱出だね。おめでとうございます。さあ、ちょっとじゃあちょっとね、チャレンジ変えてきますわ。意外と早かったな。弱音はなしだと。なしだか。もうずっと一緒だが結構。てか弱音はなしだって持ってたっけ。そもそも、いや持ってない、ゲットしないもんな。ちょっと買います。ちょっとね、ちょっとお待ちください。さあ、それだったら正面衝突使えないし、これで行きましょう。いやー、マップをとりあえず手に入れてしまえばいいから、とりあえずアイテム探しをしようかな。さあ、10万貯まったんで、またアダムに注ぎ込みますか。さあ、3回目のマッチング、また早く来るといいね。なんだかんだマッチングは今日そこまで遅いって感じはないから、できるだけね、いろいろと試合こなしていきたいんだけどね。さあ、1になるから、さあ22までいけるかな。21、2までいけたね。よし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 。そっか、血族取っとくか。
やあと何万だろう、50万ぐらいいるかな、なんかそれぐらいいりそうなぐらいの感じだよね。あと軟紙をちょっと今回使っていきますか。ちょっとねパーク的に弱いところがあるんで、まああえて内なる力を外すからね。セルフケア、セルフケア、あったあった、あ、これをそうね、ボールタイマってるわけじゃないからダッシュ系に振ってもいい気はするんだよね。で、ハワイか、ちょっとね、デハが最近にあのラグで発動しないことが多くなってきてるんで、これにしよっかな今日。今日あったらあったでいいか、チェイス状況見れるし、よっか血族の方がいいかな。うん、血族にしよう。全然パークのあのまとまりはないけどね全くまとまりはないけどね。まあこれでどうにかなるでしょう。た助けたりとかそういう動きが減るから、多分ランクでかピップはもらえなそうな気がするな。さあ、いつも通りマッチング待ちですね。あ、そういえば、あれですね、明日はスプラをするんで、ただ明日スプラに関しては、あれが出てこない。あれね、月1リーグマッチなんだよね。しかも、あれ、エリアだったかな？忘れたけど、そこら辺が。月1ね。あれ、いつまでやってるんだろうね、システム的にね。なんか、そのうちラストって来そうな気がするんだけど。と言って月1リーグマッチ面白そうなんだけど、なんだろうね、上位をガチで狙う風にやるのか、単純にエンジョイでするのかで全然趣旨が変わってきそうだよね。ワンチャン、ワンチャンってか、ワンチャン本当にあるって考えたらぴったり真ん中のやつだね。なんかあったよね、ブービー賞じゃなくて真ん中の賞があったよね。あれ狙うかだよね。あれでも真面目にやってそこ狙うから面白いことであって、ふざけてそこ狙うっていうのもちょっと微妙な気がするんだよな。まあでもスプラのあれは月1リーグマはちょっとどっかでやってみたいっていう気がするけどね。さあ4人、あ、森の妖精がいるいやードワイトさんマジこういう格好多すぎるって、マジで。キラーだったら一番相手にしたくないタイプ。見た目的にも。いやー、ドワイトさん、ハゲてるか、変装してるか、なんかそういう感じなんだよね。さあ、あ、月一やっぱ楽しいのか。モーパイさんはね、月一してるイメージあるね。そうそう、りょうさん
そうなのよ。ちょっとね、僕が思ってるのが、2時間でしょ、月1に関して言えば。多分ね、7000で考えたら、合計6名は一緒に月1のリグマを測定だけできるのよ。だから、がっつり上を目指すんじゃなくて、やったっていう記念を残すっていう意味ではね。そういった意味では、月1リグマを、まあ、月1回だからね、配信中ね。まあ、腕前は問わないよ、もうそこに関しては。正直、上手い下手っていうよりかは、楽しく実践をするって感じに近いけどね。なんでね、ちょっとめちゃくちゃ考えてます。明日本当にどうするか。早いもん順にするのか、それとも子さんの人向けに、やるのか。ちょっとね、いろいろ、結構そこ考えてやってるんですよね、今。でも、ラジオで聞いとけばよかったね、そこはね。あれ回して、そのままあったけど、なんか今動いてたね。あー、デスリンガー来たか。逃げます。もうね、あいつに関して言うと、見つかったらもう終わりなんで。やば、マジです。さっきの回してなくてよかった。あれ、回してるだけでやられるんでね。簡単に言うと、発電機の場所分かってれば、撃てば、大体当たると思う。ただ、相手からしても、この状況は銃撃ちにくいだろうな。あ、そうやね。サキサキさんとか、りょうさん、サキサキさんは確かに結構子さんだから、一緒にやってみても。さあ、味方が一歩直した。発動しないね、やっぱね。動きがちょっとおかしいし。あー、やっぱちょっとあれだね。ラグいか。しゃあない。さあ、二つ直ったね。ナイスナイス。大事大事。さあ、何もしてない。血族で多分近くにいないのは分かってもらってるだろうから、どう動くかな、みんなね。ただ一人回してるのはでかいね。意外だな、回してるかどうかって結構大事だからさ。ただ逃げる方向をどっちするかだよな。お、あっち行った。さあ、一発銃が当たった感じだね。出血するのよね、あいつの攻撃。それが非常に厄介。あ、痛いねー。ミスったねー。アイテムの消費が早くなってるから、できるだけ。お、よろしくよろしく。さあ、浴衣さんだね。ありがとうございます。で、回しましょうか。ってことだよね。意図的にはそういうことだよね。やっぱ二人ですると早いね。さあ、向こう、手前には来ないと思うね。今の動きはね。上かな。ナイス。あれ、もしかして地下か。地下だね。うわー、ボロ隊、ボロ隊を。さあ、こうなると
近くにはいない。保険やね、保険。そうそう、いい連携取れましたね。さあ、こんな感じ。さあ、治療キット、医療キットを使って、はい、次、あと1個とりあえずね。あそこか、あそこか。あ、奥も空いてるから、あえて。手前というか。おお。わかる、それ狙いたいよね。はい、仕返し。やっぱちょっと遅いな、ワンテンポ。ナイスー。あっち。そうですね、僕はこのまま。アイテムが、あ、そっか、先にこっちか。出血を抑えないとね。ああ、はいはい、なんか発動の仕方が、いや、これでもうちょい早めにやってもいいぐらいだね。さあ、今回結晶を持ってきてないんでね。ただちょっとノーバンもあるんで、後ろ先に開けて脱出狙ってた方がいい気がする。せめてボロ体解放もどちらか持ってる人が来てくれると助かるね。ちょっと危険すぎる。いや、もう、まあね、回復してくれれば。ああ、来ちゃったね、来ちゃいましたね。めっちゃ狙ってるもんな、あそこから。いけるのか、解放かなんか持ってるのか。あの、あ、ドワイトさん行っちゃったね。じゃあ申し訳ない、ちょっとノーワン見つけきらんのね。あ、どうだろう、オーバーするかな。あ、へえ、ワンの時って3人でもできるんだ。まあ、めっちゃそれシステム的にいいじゃん。どうだろうね。ちょっとやってみようかな。意外とリグマ募集かけたらね、そんなに来ないっていうことよくあるんで、ね。あ、よかった。キープならまだいいや。キープなら。味方に助けてもらったね。あー、でも意外と、そうか、あまりにもすんなりいったからか。ドワイトさんが結構高かったね。5だったね。でもキラーやっぱあれちょっと強いな。チェイス同行じゃないもんね、正直ね。まあでも、あの角度を使って打ってくるのはやっぱ面白いね。
いやいや、よかったよかった。あ、へえ。タグマって言うんだ。タッグマッチなのかな、もしかして略称は。へえ。3対4でめちゃくちゃつらいね。それはそれでつらいな。あ、ゲートを1回開くか。あー、いいや、もう別でやろう。っていうか、これ変えたら何になる？フック2本破壊。よし。よし。持っていくぞ。それならもう速攻壊し。あ、やっぱタッグマッチなんだね。いや、ヒーローモードばっかやっててさ、今、ワンはね、全然縄張りとかしなくて、そこら辺の言葉を覚えてなくてさ。タッグマッチって言うんだ。いや、3対4はなかなか勝てないよね。引いた相手ってどうなんだろう。ラッキーなのかな。まあでもパワー体がそれ関わってくるから、結局はあれか、総的に下の方になったりもするのか。まあでも単純に参加できるって意味では確かに言っちゃいい話ではあるね。いやー、でもそうだね、どうしよっかね、明日ね。なんか普通にリグマじゃなくてプラベを希望っていうか期待してる人もいそうな気がするんだけどね。それだったらそれで縄張りするからさ、ギア系がしやすいっていうか。で、まあ明日はね、できるだけ23時を境に考えてるんだけど、意外とね、23時に終わらないことの方が多いよね。お、了解でーす。まあまあ、抜けたり出たりするって言ってたからね。あ、腕前も上がるの？マジで？腕前上がる。あー、それはあれだね。確かに上手い人にひっついてっていうのは、あるだろうね、それだと。あ、へぇー。タッグマッチか。ちなみにタッグマッチの時はもちろん、野良ガチマの人と当たることはないんですよね。それだとちょっとおかしいことになってくるもんね。ワンワンワンでやっぱシステム面白いところあるんだね。はい、シフさん、こんばんは。ああ、やっぱないんだね。ないならないで安心だね。さあ、シングマッチと。まあでも時間的にはまああと30分ぐらいか、23時までは。まあできれば紫行きたいね。行きたいよね。あとにさっき多分ちゃんとケイトでしたら違う気がするかもしれない。まあまあまあ、欲が出るとダメなんだけどね、こういうのね。まあでも、ナンシーで、さっき回してなかったもんな。味方は回復をちゃんとしてたからポイントもらえたようなもんだけど、評価的にもね。だけどなぁ、という感じだね。さあ、早く来い。マッチを早く来い。ああ、でもこれで紫に上がったとしたら、まあ安定して一桁、そうだね、紫帯はいける感じになってくるのか、考え方としてはね。養殖 S
ああ、そういうこと。まあ、魚のあれにかかってるんだろうけど、養殖ね。はあ、うまいこと言葉考えた人いるね。養殖か。あ、逆に言えばさ、ストラでその養殖 S とか、まあそういう言い方あるけどさ、それで腕前を上げたっていうのがプライドであったりとかすると、なんだっけ、この前あ、なんかあったよね、ちょっと前にスプラ2でもね。同じ時間帯に同じタイミングでガチマッチ始めて、マッチングさせるっていう、あれなんて言ったっけ。それで、敵になれば抜けるみたいなね、それを繰り返すみたいなので、パワーを上げてた人がそういえばいたよね。それとはまたちょっと質は違うだろうけど、はあ、それだったらタッグマッチは前回人気ありそうだね。ってことはあれだね、それこそ本当ノラでエストラ99とか結構大事なんだろうね。まあなんか上限はありそうな気がするけどな。養殖か、マジうまい言葉考えるねみんな。じゃあ普通の S はあれなの？あの天然 S なの？なんか言葉のあやで言うとそういうことだよね。天然か養殖か。いやそれ面白いなマジで。まあでもそれが OK ってなってたルールだったら、まあ養殖かもしれないけど、まあいいってことよね。問題なしってことだもんね。いいな。あとはスプラ関連で言うとあれだね、その3か、なんかツイートで一時期流れてきたけど、水曜日も話したかな、なんか3の話がちょこっと出てたけど、あれは何なんだろうね、どっちなんだろうね、まあ、あんまり見たくないっていうのもあるんだけど、楽しみにしときたいわ、ああいうね。だからまあ何かハッキングで見つけたのか何なのかちょっと分かんないけど、信憑性もね。天然と養殖アマゾン、アマゾンズ、まあね。いや天然ないの？天然って言い方あっても良さそうだけどね。僕天然の S ですみたいなね。いやそれもそれでバカ丸だしか、あ当たり前だからね、普通の S がね、天然派でね。いやー養殖 S 天然ですね、いいわ。なんかそういう造語は面白いね。でも面白いな、それ作った人は称賛されないっていうかね、誰が作ったとか絶対わかんないからね。いやいいわ。あ、やっぱあれファンアートとかそういう感じなんだ。はあ、結構作り方がすごい凝ってるなーと思ってたけど、やっぱそうなんだね。精度は高いからね、いいと思うんだけど。なるほどね。まあでも、ファンアートっていうところで言うと、あの絵が描ける技術があるっていう意味では、いいよね。羨ましい限りではあるな。あれ？もしかして味方3人。がっつり脱出する気満々だね。乗っかってた方が良かったかな、これは。まあ、わからんかいいか。いいな。絵の才能は僕そんなないから。あ、そうそう。ツイッターで新しいロゴちょっと上げたんですけど、今、聖書が方法で聞かけてます。そうだ。ちょっと発表はなんかラジオかなんかにするかもしれない。もしかしたら。あ、うん。ポケモンめっちゃあるね。あ、出産やっぱ狙ってたの。あの一回がほんとすごかったね。まあ、マッチングが終わるまで名前がわかんないから、普通にドクターの話をしながらやってたけど。ねえ、ドクターがね、アップデ後だったっけ？アップデ前だったっけ？どっちかちょっと忘れたけど、アップデ後、だったらっていう、ちょっとね、今もっとゾッとするね。だったらポケ
ケモンのやつに関して言えば、意外とさ、ポケそのファンアートの方がかっこいいとかよくあるよね。さあ、マウスを回そう。このクローデットの格好はかわいいね。さあ、リージョン先生。リージョン先生、ちょっと早いっすね。早いっすね。いや、マジ早いって、それ。とりあえず出血して、みたいな感じでしょ？あのね、これまたランク1体じゃないよな。ランク1体のリージョンマジ辛いからね。1戦目がそれだったけどさ、うまさが尋常じゃないんだ。これで破滅落ちのキラーだったら最悪だね。もう散らせばとりあえず治らないからね、破滅に関してはね。意外とあの破滅、前のも前のできつかったけど、チェイスを仕掛けるキラーの場合はなおさら難しいというか、チェイス好きのキラーとかドクター系とかにはめちゃくちゃ相性いいからね、破滅に関してはね。何を組むかだよね。あれなんだね、リージョンもちょっと色が見づらいなとは思ったけどさ、なんだろう、新しいデススリンガーか、あれも色が見づらいのよね。苦手な色っていうか、僕は見分けるのが結構やられてしまうんだよね、見つける前に。お、傷ついた。いやー、リージョンさんの特性を、動きを、なんか一回覚えないといけないね。おとぜさんの見たらちょっとわかるかな。あとは、今回リージョンに関してはあれだね。ドクターとかと同じで、固めたらおしまいになりそうだね。直し方考えないとある意味怖いな。フックを2個壊しておきたい。白っぽいんだよな音が。これはちょっと離れよう。そもそも足が速いからさ、詰められるのがめちゃくちゃ速いんだよね。さあ、ガチャンと単純に壊す。さあ、2つ OK。 さあ、これでいたね。中央を右行ったか。見られてないってことは誰かチェイスしてる最中かな。カモネギのガセシンあったんだ。ネギがないというよりカモネギ。カモネギもね、結構好きだけどね、カモネギね。あれは、うん、俺ガセはそういえばカモネギのやつに関しては見てないの、そういうの。ネギがないとはちょっとね、ネタ感が半端なかったもんね、あれに関しては。めっちゃ可愛かったけど。進化の仕組みも面白かったね。1試合で3回急所に当てるってもう、
よっぽどタイプは一致が悪いかとかそういうところだもんね。相性の問題とか。ウィーン。さあ、行こう。おう。ノーワンないよね、さすがにね。あ、後ろから来てる。マップ系来ないかな。マサムネ、それはそれで名前がめっちゃかっこいいな。入れ替えて、ナイス。今回私ほとんど何もしておりません。強いて言うなら回していたぐらい。そこだね。あー、ということは、あの一人は別行動してたんだ、もともと。あー。ほい。これでノーワンがあったらもう地獄だよね。さあ、無事脱出と。まあね、ネギがないとね、あれはあれでかっこいいからね。はい、フック2本。ごっつぁんです。まあ、ただこれ、キープだろうね。あ、サキサキさん、了解でーす。いや、今回、助けてもないし、チェイスもしてないし。だよねー。チェイスしてたら言ってただろうな。うん。じゃあ、サキサキさん、招待して、そうだね、参加の方を待ってから行きましょうか。いやー、マップ持っていくかの方が早そうだな。おお、来ました。回線がなんか僕の方でエラーが起きたかもしれないね。だからサキサキさんはさっきうまく入れなかったが、僕の方の影響かもしれない。そうね、あとは PS4 やっぱ映像がさ、だいぶ綺麗なんで、なんかその影響を受けてという気がするんだよね。あ、でも、あれだね。一回切ってそのまま再開できた感じか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。ちょっと、このスキン。まあ、配信は始まってなくてよかったなっていうところだね。全然、それだけはよかったな。ほうほうほう。ああ、一応、データ上は2つに分かれるんだ。面白いね。で、今見てて結構不思議なのが、その、あ、再生回数も戻ったね。ああ、よく、うん、OKOK。それだったら OK。あ、やっぱ、ストリームが、まあ、こっちの話なんだけどね、アクセスキーとか、そのストリームのコードがあるんだけど、なんか、やっぱ僕のこの機材はそこが難しい感じだね。まあ、ただ、さっきから全然マッチングはしてないんで、ちょっとね、気長にやっていきますか。いや、パソコンは比較的新しいんでね、なんかエラーが起きるっていうよりかは回線系な気がするな。お、始まったね。そうだね。今回のライブ配信に関しては、一応、非公開にしよっかな。で、非公開にして、今別で撮影してたんですよ。撮影はしてるので、撮影はそのまま、フルで上げようかな。なんで、途中、チャットが残らないのが残念なんだよな。意外とさ、チャットが残ってるとそれ見る人もいるしさ、特にスプラの時にこれが起きると、チャットでギアの話してるとね、振り返りができなかったりとかするから結構大変なんだよね。まあ、でも、
やっていきますかね。どうだろう、やっぱコロナの影響あるのかな、サーバーの影響はね。在宅でしてるのも入れると、逆にこの時間まで仕事をしてる人たちもいるかもしれないからね、在宅で。実際在宅ワーク、まあテレワークか、悪くないんだけど、場合によっては残業時間増えるからね。自宅で気軽に休憩ができるから、そのあたりはね。そうだね、コロナ回線、コロ回線やね。いやー、コロナもね、なんか今日ニュース見てたらさ、なんだっけ、ソだっけ、ソだっけ、フだっけ、フじゃね、ソだ、ソっていうなんか乳酸菌のやつがいいみたいなのが今出回ってるんでしょ、千年間なんかある乳酸菌かなんかみたいので。そこがね、そこよ。なんかそういうのが出てきたなと思ってね、商品がね。そうそう、チャットがね、ライブ配信のまま、そう、上がれば、チャットが全部残ってるんで、記録で残るんだけど、撮影してるやつって、チャットの機能は残せないんで、もしするなら、プレミアムで撮ってとかだね。さあ、再開。クローゼットさんいっぱいいたからな。とりあえず一つマーク。いやー、今回のキラー何かな。そ、あ、そうそう、そう。めっちゃそうそうそう連発してるけど。これでキラーがそうのピッグだったらまた笑うね。そんななんかタイミングのいい話あるかな。さあ、ってことはこれはサキサキさんがもう一人の人になるわけだね。さあ、マップ偵察2回目。どこで追っかけられてるかなんだよね。確かマップに関しては発電機直ってないのの近くを通れば、溜まるとかだった気がするんだよな。破滅か。直そう直そう。さあ、これで3つは発見した。めっちゃ一緒に行動してるけど、これが一番早いね。ハグさんか。ってことは破滅のところにはもうトーテムがあるね。そこの上か。やっぱ上だよね。お、これは答えてくれよ。よしよしよし、あっち行け、あっち行け。これで引っ張るぞ。もうこれはもう確実にやる。さあ、怒りを買ってしまいました。お、巻いたね。ってことはここ飛んでくるよね、絶対ね。おー、ラグい。ああ、そういう感じか。
かな。単純に奥に逃げてもよかったけど、あそこ多分地下があるはずなんだよね。あら、意外と意外とこっちか。あーやっぱそうだよね、ラグいよね。これ刺さってないもん。髪の毛が肉みたいな感じになってるけど、この髪すげえな。さて、どこかな。の位置は、まあ、逃げるならまっすぐだよね。そうそう、画面がね。さあどうだ、助けてくれー。早っ。マジかー。もうちょいだってね、内側通ってきてたら助かってた普通に。あとワンチャンあったな。もうチャンスねえからな。できれば、まあ、助けに行くか。あ、でも多分決死が発動しきれないか。行くのもありだったね。どっちみち一発食らったら終わりっていうところもあるんだけどね。もう直そう。なんかあんまいいサイクルに入ってない。悪い方になんか行ってる気がする。上。何に何が入っているかな。きっとそうだ。助けてあげても、僕は多分これでダメだ。おお、マジで落とすの。あ、ってことは。ですよね。回復させてくれたらよかったんだけどな。まあもがきが稼げますよ。ワープか。あ、できない。あー、壁なってくれ。マジで壁になってくれ。もう
遅いかな。いやー普通に直しとけばよかったね。その助けに行くのいいんだけどさ、固まりすぎよね。かといってボロタイとか持ってるわけじゃない人が助けガンガン行くから悪循環なんだよね。まあでも仕方ないか。ギリキープでよかった。さあ様子見ましょう。基本的にはもうガンガン直しておくっていうのと、破滅壊したからね。ボロタイ持ってるから使って行ったけど結局回してないから一人一人の負担でかいね。こうなってくるとね。ね、特にチェイスして肉壁するとかもないんで。いやーでもこれでキープじゃなかったら辛かったけど、まあまあマシか。サキサキさん頑張ってもらおう。脱出できなくはないと思うんだけどね。さあ重症化が入ってるんで回復がやっぱ遅いね。さあもう一人はどこにいるかっていう感じなんだよね。おおこうちゃん、ういいや、回線エラーです。エラーが起きてしまってちょっと部屋の立て直ししました。いやー最初が順調だっただけにもったいないね。回しとけばよかったな。で多分もう一人あれ直してないと思うんだよね。直してるかな。同じところ固まってるか。それちょっと。それちょっと。きついかもね。まあ、工具箱で巻くこと直してはいるが、多分、サキサキさん、これ、地下行くもんね。うん。ってなると、一発目一人でしょ。回復をすぐしてくれてる感じもなかったです。やっぱ結構きついところはきついね。ああそうだよね、助け来ないってなるとちょっとあれかな。あノーワンだよね。ハグはもうどっちかだろうね。破滅とノーワン両方だろうね。かなり順調にいった方じゃないかな、キラーの動きとしては。だからどうせだったら、あのさ、はさっさ直して、人数が多い状態で、一人か二人でも持っていけるっていう状況にしてる方が、だいぶ良かった気はするね。だから直してると、最後まで残ってたちとも、これだけポイント差があんま変わんないんで、結構大事。結構大事。回してとかね。サキサキさんも結構惜しかったけどね。途中で回してもらってなかったのかなりあれ辛そうだったね。まあでもハグもうまかったね。単純にね。トラップ。普通にハグなのテレポートがめんどくさいんだよね。
さあ、目線エラーが起きると何かが起きるっていう感じだね。じゃあこの隙にマップは攻略したから、これが追跡から3回逃れる。で次のレベルいけるわけか。ハグはね、ほんと結構辛いのよね。あんまり相手したくない相手ではあるけど。破滅とかもがっつり、ノーアン、まあ、二つ潰してるけどね。多分あれはちゃんと組んでるだろうね、あの感じだとね。ああなってくるとやっぱ、解放欲しいな。結死が発動できる確率がさ、結構低いんで、ああやって逃げて回復してるとね。それだけで時間がかかるんで、結死よりもやっぱ、確実にいいか、いいと思うのはやっぱ、やっぱそうだね。やっぱいいなって思うのはやっぱり、解放とかの方がいいね。消しとかやるから、もうつるってか、つらされる感覚でっていうか、つられても大丈夫なようにした方が全然お下げだね。そっちの方がディスクカバーができてそうな気がする。ディスクマネジメントか、正しく言えば。おボロ隊来たね。ってことは、アダムさんが普通にパーク使えるぞ。これで歯をボロ体に変えて、これとこれで普通に自分の回復力上げてってやれば、多分それなりに早いはず。これで回復が早いだけでだいぶいいんじゃないか。まあ、ただね、解放も1回だけなんでね。いや、1回じゃないか。救出したらワンストックみたいな感じかな。ああ、やっぱ、お下げだね。もうちょいやね。レベル30、いや、なんぼだったかな、手に入るの。領土解放。解放。30か35で出てくれるとめっちゃ助かるんだけど。インナーの違いか。なんかなとったらインナーの違いか。細かいな。あー、でももうちょいだね。あと10前後で。でも大体キャラクターもある程度こうパークが揃ってきてるからね、なんか大体組むのは決まってきだしたね。さあ次こそはちょっとサキサキさんともう一回脱出はしたいね。でできれば僕はピップ2つ手に入れたい。うまくいくとね、ピップ全然2つ取れるんだけどね。緑この態度もね、まあ、利他的に動こうかね。負けても、負けた時用のために。利他的に動けば、一個は上がるからさ。でも、今でも思えば、キラーはあの、ハグと、まあ、最近増えたのはリージョンか。やっぱリージョン増えたよね。全然見なかったけど、最近急に見るようになったな。これに変えてやってみようか一回。てかランク16に上がってるし、
思い出した。ガチまでわざとマッチングのタイミングを合わせるの。あ、スナイプか。スナイプって言うんだね。ああ。スナイプ先生ね。違う、あれはスナイプだったっけ。ハリポタのはスネイプか。うん、スナイプって意味、うん、らしいですね。だからマッチング的に夜中とかはそれスナイプはしやすいんじゃないかな、確か。タイミング合わせれば。で、一回マッチングすれば、その後、永遠と一緒に続けるをすれば、部屋から外れることはないはずなんですよ。一緒に組んだ際は最悪だけどね。そこだよね、スナイプ。はい、スナイプが一回その、なんだろう、高ランクっていうか、有名配信者の人で見つかってからは、パワー帯の見方がちょっと変わってるんだよね。実際にその XP 行ったかどうかっていうのが、ライブ配信でちゃんとやってるかどうかか。実際に数値が行ったかどうか、リアルな数値で、ね。1戦2戦だけじゃなくて、連続何戦かしたやつとか、じゃないとなんか、ま、信用度が低く一時期なってたよね、スナイプはね。実際僕はもうそこ気にせず、普通に投稿型でやってたんで、あんま気にしてないですけど、スナイプね。まあ、やりたい人はやっていいかなっていう感覚ですね、僕からするとね。まあ、個人的には、自分の実力じゃないからっていうのもあって、悩むね。ただ、X 帯で言うと、2300、400超えてくると、大体もう同じ人とのマッチングになってくるんですよ。もうパワーの奪い合いなんでね。なんで、まあ、そこら辺だったらスナイプ同行っていうわけじゃないからね。そもそも1上がるか上がらないかっていう詰め合いっていうか取り合いになるんで、まあ、上に行けば行くほどあまりスナイプの意味はなくなってくるんだけどね。ああね、量産はあさり渡る可能性ありますね。僕エスプラ8なんで、一緒の時間帯にもししてたら、あ、それこそね、撮影はしてないんだけど、僕ユスさんと当たったんだよ。同じチーム。一回エリアの測定をしてる時に、ユスさんとマッチングが合いまして、負けたけどね。負けたけどね。なかなかうまく回れなかったんで、ちょっと迷惑かけたんだけど、一回しましたね。ほんとたまたまだった。配信外なんですよ。そうそう、なんでね、まあ知っておくと、例えばギリギリ動かない人、なんか回線が落ちない程度に動く人はスナイプの可能性もあります。もしかしたらなんかそういうこともありますね。味方になれば本当ラッキーだけど、敵だったらみたいなね。そうそう、そんな感じのノリです。あ、そういえばサキサキさんもあれだね、 A 隊の時一度一緒になったね。もう、配信前か、もともと配信前から一緒に、スプラをやり始めたメンバーなんで、いや、ツイッターしてたかな?めっちゃ初期からサキサキさんとはやってるんでね。確かになんか A 体で当たった記憶あるな。一回当たったね。あれは何だったんだろうね。その時はもうカスタムとかああいうのがなかった時期だったかな。味方に。ただ、仕事ができるかどうかは別だね。比べみたいにね。まあでも、実際にツイッターつながりで、タイヤリの人は何人かいるね。たまたまやってたら、同じスパ使いの人に会ったとか、結構あるかな。その時がもう大体7時から11時の間に、やるっていうのが定着してたからさ、その時は。なんだっけ、まあ、会う人は会うもんなっていう感じだったね。最近はそもそもランク上げを昼間にするようにしてて、夜間もみんなでプラベで勉強会の時間に当ててるんで、結構昼間にルールが被れば。だからスナイプで言うと、デッドバイデイライトのキラーと、サバイバーが結託するのはそれ。お、おもちさんいらっしゃい。おー、デッドバイデイライト勝ったの、おめでとうございます。おめでとうございますなのかな。じゃあ、一緒にできるかもしれないですね。
でそれが面白いのがスイッチですってなったらそれはそれでちょっと ドクターってことはブラスト今使ったから、あー2発目食らいたくない。実はあまりしてはいけないやり方。ああちゃんと見えてるね。レベル3か、クイーンだね。あーガチキラー来たーいやーこのドクター多分強いよ。あー見られたー。いやその動きはあかんわそれはあかんよ。あ、いえいえ、なんか、あ、スイッチ版、おぉ。ってことは、量産とスイッチ版はできるわけですね。勉強、あ、はい、勉強に、参考になれば。基本的にはもう、見つからないように隠れ続けるのが、ベストですね。このゲームは。電気ショックの話でいうとロッカーに入ってるとダメージは入んないです。いいや、どっちどっちどっちしてくるの。あーでもやっぱ使ってくれないかスキルは。一発で回復するんだけどね、1段階で。しかも失敗する、もうやめとこう。1がバレてるからね。ちなみに、あ、やっぱこのライトつくのか。心音やべえなあ。あー、マップマップって。助けますね。あ、かぶったー。ちょっとそれはそれで困る。あー、行動ができなくなるんだよね。今回のドクターはつらいな。動きが制限されるのが本当つらいな。このいやーなんでそっち行った。まあいいか。そっかー、肉壁の効果はなし。
いやあれは実家でしないという感じにもなるよね。さあ逆回り、あら、そうそう、ロッカーはね電気通さないんでね。全然あの基本的にドクターの場合はもう見つかったら終わりなんで、いろいろ直すのがベストです。あのでドクターの攻撃の仕方って電気ショック今やったんですけど、あれはドクターっていうかキラーを中心に電気を 半径何メートルかとか決まってましたけどやるんですよね。その動きを考えたときにドクターには基本近づかないというか、心音が鳴ったら基本動くのがいいですね。で、気をつけないといけないのが、ドクター対策で言うとたまに目の前に偽物が現れます。残像というかね、ちょっと回復しが。で、あの残像ってキラーからするとあの位置にサバイバーいるんだねっていうのが分かってしまうんで、一瞬でやられてしまいますね。さあ、助け行くよ。もうちょい待ち。分かっちょるが。分かっとるって。はい。さあさあ。あとは、そうそうそう。動かないで、動かないで。あとは、そうだね。まあ、そこだね。一番ドクター気をつけない。で、基本的に、土工発電所直してもいいんだけど、あ、ドクターって、電気ショックの時って、板を倒したりとかできないんですよ。こちらと、サバイバー側。なんで、直し方が、めっちゃ電気ショック浴びせてるな。直し方が悪いと、詰みます。強いんだよね、このキラーね。ほんと。ブラストどっち側するかな。音が聞こえた。どっちかな。正面っぽいな。さあ、ちょっと利他的に動きますか。右側、にいるかな。あ、助けたね。うん、そうなるよね。まあまあ、ナイスナイス。無傷で助かるとね。あ、回線が。いやいや、仕方ない仕方ない。なんかちょっと僕の不具合の影響も受けてるかもしれないんで、全然気にしなくて大丈夫ですよ。トラップ、いやートラップ、トラップではちょっとない感じもしますね。なんだろう、もう単純に広範囲に探知攻撃するみたいな感じですね。で、一応レベルが 1,2,3 ってこの状態がありまして、1とか2だと、1だったらどうかな、2が確かキャラが出てくるんですよ。錯覚、幻覚が見える。1は今みたいに、スキルチェックがずれます。で、3になると、体がピンク色に発光したと思うんですけど、あの状態でキラーからガンガン色が見えるっていう。結構エグいです。ただし、アドオンっていう、キラー特有のスキルというか、つけるアイテムがあるんですよ。それをつけた時にしか発動しないっていうやつですね。
ちがバレた。意外とこっち来るのね。広がっとな、これになると正直も逃げようがないんだよね。知ってる。で、僕はね、こうやってドクターの場合は先に板を倒すようにしておくといいです。ただもうほぼ見えてる状態なんでチェイスはほぼほぼできないかな。時間稼ぎですね、こんな感じで。当たる。いやー、まあ時間稼ぎはできたかな。お、直したね。よしよしよし。もうそれで、それだけです、僕の仕事は。で、多分、まあ一発目だけ、一発目かな、二発目かな。やっぱドクター強いな。さあ、2回目。あとは待ちましょう。回線落ちというか、例えば今僕、バツ連打してるんですけど、デッドバイデイライトのこのもがくってバツボタンの連打、実はかなりシビアで、少しでも連打が遅かったりとか、あとはその、ラグが発生した隙間で、いくらボタン頑張って押してても落ちるんですよ。正しくは回線落ちというよりかは、え、マジで？マジで来ちゃいます？回線落ちというよりかはっていう感じもしますね。ラグによる、なんか、シビアな判定っていう感じですね。あ、やっぱもがいてたのにね。そう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 、よくあります。上にいるか。じゃあ、ちょっと。俺、ここで叫ばれたら辛いからね。さて、さあ正気取り戻しますか。いや、これはまずいな。まあいいや。いや、無理だ。ちょっと一か八かかけて。あー、違う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 、そうじゃない、そうじゃないの。逆回転、普通。あー、難しいなこれ、相変わらず。あとちょっとなんかハッチ開ける鍵出ないかな。もう出たらもうそれ狙いでいくけどね、脱出はね。まあドクター、まあ見てもらった感じで、あんな感じでめちゃくちゃ強いっす。とりあえず整えた。さあ、できればもう一人の味方に頑張ってもらいたいんだけど、どこが残ってるかなんだよな、問題は。ブラスト使われたらおしまいだな。あー、ってことはあの辺りにしかない感じか。破滅はないよね。オーバーチャージマジか。マジか、オーバーチャージえぐいな。今見られてたけど、あ、意外と見てなかったね。
ね、オーバーチャージっていうのがあれケッタルだったかな、あの一発目いきなりあんな感じで、スキルチェックを発動されます。でスキルチェックに失敗すると爆発するというね、結構難しいやつですね。あれ味方マジどこ行った？対角線に動いてるか隠れてるかしてると思うんだけど、やっぱ中央だけだよね残ってるのね。いやそこ直してるのかなりでかいけどね。すまん。でもあんだけガンガン動いてたら、うっせえやろいやー逃げ切ったか味方。ああバレるよね、ドクターこれが強いんだよね。ほんとね探知能力が高すぎるんでこれが結構つらい。いやー味方逃げれるかな、逃げてくれたらいいなって感じだね。まあでも頑張って回してる感じもあったからね。いやうまかったな。てかアドオン積まれたドクターマジでここはつらい。せめてあのぐるぐる回れるところが多かったりすればいいんだけど、なんだろうね、中心にほとんど板を倒すところがなかったりするからチェイスに持っていけないのよね。3回、あ、逃れることはできたんだね。お、3万注意、まあ、チェイスはしたな。さあ、どうだ、一応リタ的に、おお、動いたから上がったね。まあ、あんな感じでできるだけ残って、リタ的に動いてると、いいですね。いや、普通にうまかったよな。一桁か。あ、ちょうど終わったところ。うまいねー。うまいねーっていうのもあるけど、辛いわー、マジで。わーわーわー。あれはちょっと、しかもあの、直そうと思って複数人集まると、ね、それだけでキラーとしてはうまいんで、ドクターに関してはねー、電気ショックでもレベル2か3にしたら追跡がもう楽になるからね。攻撃よりも電気ショックを与える方が有利なんで結構大事というかね。銀はやけど、ちょっとレベル3上げますか。さあレベル3、金以上俺の方が5個、監視者、あ結構金以上か、まあやってたら取れるでしょうという感じかな。あ、サクサクさんどうします、入ります、入れば全然待ちますよ。そうシビアだからね。あーでもまああそこからピップ引っ越まで引っ張れたのは正直良かったかな。いやー難しいんだよなあそこのマップ。さあどうかな、はい、ちょ三角をしておくんで、もしあればチャットの方でいただければと思います。で、あ、了解です、お疲れ様でした。これよりかはやっぱ消しはなんか使わなかったね、あんまりね。まあ、保険としても、ああでもマップの広さ的にとか考えると
そう、マップがね、今回今何してるかとか見れることがないんで、あれなんか情報見れるのかな、見れれたらいいんだけどね。ちょっと今回これで行ってみようかな。あ、いい。あ、ライブは見てください。了解です。いやー、でも難しいなー。さっきのドクター。そうやね。手は離せないけど、目は動くみたいな。多分そんな感じだろうね。ありがたいです。ありがとうございます。いやー、でもうまかった。ドクター。あれ、辛いわ。面白いんだけどさ、快感としては、あれだけ上手い人とか、難しいキラーに対して、ピップが取れる評価を、評価的にピップが取れると、めちゃくちゃ、気持ちいいものはある。脱出ができたらなお気持ちいいね。なんかそこが中毒になりつつあるけど、最近は。で、スプラの場合だと、あれよね、僕よくスプラとデッドバイデイライトで例えるけど、あれ、勝ち負けが基本だから、今みたいに頑張っても、何ももらえないというかね、恩恵ないんで。そう考えると、意外とこう、やりごたえは、あるのよね。なんか脱出に固執しすぎると、確かに、これ、気持ち的にきついな、っていうのはあるけど、どこに絞るか決めていくと結構そのあたりは気が楽ですね。お、ボルタイー。何？ちなみに多分今から始める方ってこのパークの取り方あると思うんですけど、こういう風にスキルかパーク取ったらこういう風に3000とか低いやつをできるだけ取っていくようにするといいですよ。レベル10以降からエンティティさんとこういう風に取り合いになるんで、ポイントがね、結構辛いんで、そういう風にやると結構早く、できます。ポイントがちょっと少なめにとかね。意外とね、一キャラ育てるのに120万ぐらい使うんで、大変なんですよね。あ、どうしようかな、どっちだろうかな、執着心。共感でしょっか。取れないね。いやでもアダムさんもだいぶ27まで来たね。いやマジでアダムさん行って次今悩んでるのはフェンミンかジェイクかドワイトさんで悩んでて、エースはね最後の切り札はそれはそれで使えるんだけど、木村をちょっとね育てるかも悩んでるけどね。人々のためにかのパークがいいんだよね、この人ね、この新しいキャラはね。人々のためにが回復速攻度をしているときに味方の無傷状態という条件があるけどね、アクションボタンを押すと一瞬で治療を回復させます。あ、パークはですね、簡単に言うと、スキルですね。簡単な言葉で言うと。スキルの表現、パークって言い方してるんですけど、このスキルをつけることによって、ちょっと立ち回りが変わります。例えば、探知系、救助系、そんな感じあるんですけど、スプラで言うギア的なものですね。結構ここが、何組むかで動き方が変わります。マジか、スプラやったら引きたいさん。なかなかそれもそれでちょっと地獄見てる感じだよね。ちなみにそのバージョンどれ買ったかにもよるんですけど、多分普通のデッドバイデイライト買った方って上だけなのよね。多分シーズン4とか5とかそういうの買ってない人、チャプターか買ってない人は。で、なった時に多分ここが欲しいってなると、基本的にクローデットさんを40まで上げるのがいいですね。誰か使ってないキャラいるかな？
そうだね、40まで上げた方がいい理由とか、そこも話しとかないといけない。あの、例えば、あれが育ててないかな。例えば、ジェイク、僕育ててないんですけど、こういう風に、キャラに固有で、パークが絶対3つあるんですよ、こんな感じで。そのキャラだけが持ってる、最初から持ってるパークっていうのが、3つあって、で、例えば、この鋼の石とかって、これ、実は、ある条件を満たせば、味方、他のキャラクター、例えば僕よく使っているケイトとかでも、あの、そのパークが使えるようになります。っていうのがあって、それが解放できる条件としては、今、アダムさんのレベル一生懸命上げてるんですけど、レベルが30、35、40っていうので、ティーチャブルパークというのが解放されます。で、そのティーチャブルパークっていうのを、取ると、他のサバイバーでも、こういう風にブラッドポイントありますよね。ブラッドウェブで、パークが出現するという風になります。なので、このゲームってパークを解放していけばしていくほど、まあ、キャラで固定のスキルかなって思わせてるんだけど、実は中身が全然違うものになってたりとかして、あの、そういった意味では結構心理戦的なところがあります。なので、例えば、お気に入りキャラをなんかいきなり育てるんじゃなくて、まあ最初初心者だったらクローデッドさんでセルフケアまで取るのがベストかなというところです。で、その自己回復ができるようになるんで、まああとは見た目のいいキャラとか、お気に入りのキャラに育てていきながらちょっとポイント貯めるっていうのがベストかな。結構このあたりがね、あの、一回レベル50まで育てないとわからないとかいうのもあるんで、ちなみにレベルは50が上限です。で、50は超えることはないんですけど、あの、50レベルを永遠と繰り返します。なので、僕のケイト50ですけど、これ全部取ったら、もう一度50レベルを繰り返す。50レベル繰り返すって言い方悪い。もう一回レベル50になって、そのレベルで、ブラッドウェーブを広げていくっていう風になりますね。まあそんな感じかな、最初はね。もう最初はもう一生懸命隠れてやるのが。隠れながらとりあえずは、あの、発電機いっぱい回して、あの、脱出するっていうことが第一でいいと思います。僕みたいにあんな感じで、鬼と追っかけっこするのはあまり良くはないので。という感じかな。僕も始めて半年ぐらいだけど、最初の1、2ヶ月は情報を全部遮断してやってましたもんね。あの、一人のキャラが50いくまでは。なんかそっちの方が結構楽しかった。楽しいっていうか、僕が多分それ、そういう性分なんで。ああ、どうしよっかな。ああ、どっちがいいかな。デッハでも発動しねえんだよな、最近。最近うまく発動してくれないから着地の方がまだ良さそうな気がするんだよな。え、木村が2人か。絶対イカ上げてくれるのかな。まあドクターが来たら罪なんだけどね。お、りょうさん了解です。明日は一応いつも通り縄張りからプラベにしよっかな。一応ね、リュグマはちょっと急すぎるからやめよう。次ラジオした時にちょっと相談しながらそこら辺はやろうかな。っていう感じで明日は縄張りプラベにします。さあ、なんだかんだ24時。これラストにしよっか。23時で終わる予定だったけどめっちゃオーバーしてるわ。ただ、願いとしては、お米を一つ。お米を一粒もらって、紫帯にしてやめたい。はい、りょうさんお疲れ様でした。よし、とりあえず一発目。そうだね、キラーに見つからないように。いやー、でも、まあでも、そうだね、早くスイッチ版とクロスプレイは、
できるようになりたいなっていうのはあるけどね、 PS4 ね。ただね、スイッチ版の方とちょっとまだキャラクターとかが合わなかったり、パークの数が違うところがあるから、そこら辺が解消されてからだろうな。ここかー、フェイルか。キラー次第。おお、目の前宝箱か。あれ通れねえ。ちょっと待った、今見えたね。ちなみに心音がしたときはなるべく走ったりしない方がいいですね。結構距離的には近いところにいる可能性が高いので。ちょっと周りの様子見ながらがベストかなと思います。で、立ち回り的なところで言うと、例えば今右左下の味方が傷つきましたよね。ああなってくると味方がチェイスしてくれてるんですよ。追われてる状況なんで、できれば時間稼ぎしてる間にこちらとしては早く発電機を回して、1個でも直す方が得策です。意外とチェイスがうまいかどうかで直すスピードも変わるんですけどね。味方と一緒に直す方が断然早いんで、それも結構大事なところかな。なんかある？ないよね。あー、あれは地下コースかな。お、意外と上だ。あー、あとはこれスキルチェックなんですけど、グレート狙いすぎない方がいいです。この真ん中ぐらい狙う方が最初はいいですね。爆発するともう一バレしてしまうんで。ぐらいかな、やっててね。まあちょっとこっちを重点的に直してるけど、左に味方いるね。なんだなんだなんだ、今なんか起きた。映像か、凛ちゃんか。さあ、タスキ行くぞ。さあ、もうちょい、もうちょい、間に合うかな。はい、助かった。で今のリンちゃんっていうのが、あの青いね、あの子は特徴としては、止まると青っていうか止まるんですよ。その後フェーズウォークって言って、こちらには見えないんだけど、相手は透明な状態で実は移動してます。ただしそうだってね、フェーズウォーク中は影は見えてないんで。近くにはいたけどって感じだね。声がしないから近くいないか。お、ナイス。どこ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 。回復する、回復。いた。あ、回復してる。こっち側だと上か。もう
あ、総国あれはまあ仕方ないか。じゃあ任せた。実際最初はこんな感じの動き方で正直いいと思います。無理やり助けに行くとかせずに、一生懸命回すっていうことやね。おう、水星屋さんいらっしゃーい。バタさんや、ね、どうしても下で呼んでしまうんだよね。バタさんいつもありがとうございますね。さあ、うん、りんちゃん、そうですね、僕ヒーラーの名前ですね。本当に山岡りんだったかな。正しく言うと正式名称あれ違うんだけど、あのキラーのストーリーとか見れるんで、そういうのを見たときに、山岡りんっていう名前でりんちゃんってみんな愛称で呼んでますね。ただ街でうめえやつはりんちゃんうまいんで、あ、いったね。あれ回復させてる方逆じゃね。そこしかないのか。あれはフェーズオーク中だね。いや持っていく。なんで外れた。はい、ボロタ、いいいいよ、ボロタやから多分逃げ切る。まあ助けなくてもよかった気はするが、フェーズシフトうまく使ったね。多分あの動きが来るかな。どうしよっかな、直すかどうか悩むな。自力で回復しちゃったね。いやー、ボロタイつけててよかった。あれ、ちなみに今の助かったら絶対ダメですからね。普通だったらダメですからね。ボロタイつけててもあれちょっと危なかったけどね。やっぱここなさんといかんか。さあ、3人でガッツリ直して、出口は後ろあるね。そう、あと1台、脱出してね。あれ？もうこれは直す。これは絶対先に直す。さあ、ただ怖いのが、ノーワン持ってそうなんだよね。そこと反対。味方的には、どっちかな。で、今焦ってバーって走ってると、実はキラーから見える傷っていうのがあって、サバイバーが走ってるとね、それを見られるとずっと追っかけられるんで、たまにあえて止まるのも実は大事です。で、味方が身代わりに、なっちゃいましたね。あれは仕方ないということで、僕は開けます。
やっぱノーワン持ちだったね。いやだと思うよ、絶対ノーワンだと思うもん、タイミング的に。フェーズシフトが強いからね。フェーズウォークか強いから。フェーズシフトは違うゲームだね。ほらー、あーなるー。いやいや、もうこれ以上は無理よ。今行ったら助けれたけどな、どうしよっかな。もう遠すぎるんだよな。あーあー、はい、ゆとりになるとなおさら行きづらいね。ここら辺ないかな、パーク。それ系のやつはないかな。破滅。あ、違うね。破滅はないか。いや、やめとこう。助けたけど、基本的なもの全然出ていいですからね。無理にあえて助けに行かずに。いやー、全然状況が分かんねえな。いや、近くいたね、今ね。あー、メメント、あ、いや、ロッカー入ってたか。ですね。多分、フェーズシフト、終わり。いや、うまかったな、マジで。最後ロッカー賭けだったんだろうね。あれは、まあ、確かに見られるよね。さあ、多分これ、いったかな？うん、ランク8いきましたね。さあ、紫、常連になりつつあるね、もうね、紫はね。いや、よかったよかった。いやー、にしても。あー、チェイス頑張ってたけど、まあ、似たような構成だけどね、血族。やり遂げるの方か。救出して回復させるっていうのが、どのタイミングでするかだよね。セルフケアね。キラーは、18ランク。めっちゃ甘かったよ、動き。忍び寄るもので、今回は、瀕死状態が見えるか。まあいいね。やっぱノーワンあるし。あー、はいはいはい。これが結構、良くて、キラー側が、生存者を見てるときに、確か見えるっていうか、反応するんだよね。範囲内で多分見たらね。これ撮ってるけどね。いや、マジか。まあまあ、ご苦労様やね。いやー、よかったー、最後。まあ、次回あれだね。次回多分、また紫隊からスタートすると思うんですけど、紫隊からスタートしてどうなるかやな。怖いなぁ。まあでも、あとあれだったね。さっきギリギリ、まずボロ隊使って助けて味方フェイス、チェイスさせてっていうやったけど、あれがキラーが分かってて僕拾ったらおしまいだもんね。あれで多分バレたと思うんだけどね。難しいね。俺ね、ここら一つゲットだね。まあ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 、ということで、今回ここまでにしましょうか。まあ、結構勝率は五分五分かな、今日の感じだね。まあでも、ちゃんと味方のフォローしてたから、ピップは稼がせてもらったっていう感じだね。まあ、その方がね、何かといいのよね。さあ、アダムさんが、パークは、あ、どっち取ろうかな。パークしたか。
で4000、ああ4000取ればいいか。これね。はい、という感じで。じゃあちょっとチャットも最後見て確認してから終わりましょうかね。いやー、なかなか。まあでも紫隊ってどうなんだろうね、今の状況でね。まあまあ、まあまあ、上手い人っていう感じになるのかな。どうなんだろう。なんか、紫隊の人とマッチングすることも多くなったりするんだけど、劇的に上手いの赤隊だなと思って、赤隊になるとほんと劇的に上手いんで、そういった意味では紫隊のこのラインも知りたいよね。8とかだと多分そうでもないんだろうね。実際の名前はスピリットですね。で、これが実際にそのキラーの背景になるんですけど、リンはってことで山岡リンですね。っていう名前で、リンちゃん、リンちゃんと言われてます。こういう風にキラーの背景見れるんでね、こういう風に実際スキルもどういうのがあるかとか見れます。使い切れない。これに関しては僕は。ドクターかゴーストフェイスだね、絶対ね。という感じで、まあ、最後、サバイバーしてましたけどね、無事脱出できてよかったかなと思います。いやー、よかったー。あー、ほんと、無駄な動き減ってる。あー、それはよかった。結構ね、無駄な動きでやられること多かったんで、だいぶまともになった気がしますね。あー、それはよかったな。見てる側が楽しんでもらえる方がいいからさ、サバイバーもね。キラーはちょっと視点が違うから違う楽しみ方があるんだけどね。キラーは性格出るな。もう一人でしてる時ちょっと笑うもんね、配信外の時ね。笑いながらちょっと切ってしまうんで、ちょっといかんなと思ってるんだけど。まあまあまあ、ちょっと次回はライブ配信キラーも1、2回ほどしましょうか。最初と終わりでね。ただ今回はちょっと時間もいい時間帯なんで、ここまでにしたいと思います。おもちさんお疲れ様でした。まあまあ何か機会があれば。クロスプレイができるようになったらしましょうね、ぜひ。ですね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。まあ、ちょっとね、機材トラブルがあって、部屋が2つできてしまったんですけど、配信の方は、ライブ配信は1回閉じて、別で動画をアップしたいなと思います。まあ、同じものが上がるので、参考程度というところですね。はい。動機の参考には多少なるかなと思います。っていう感じで、行きたいと思います。で、明日が、スプラトゥーン2のライブ配信ですね。そちらの方します。月1リグマですが、リグマはせず、プラベと、縄張りの勉強会という感じで、やっていこうかなと思います。あと日曜日は、先週できなかったポケモンの配布会をしたいなと思ってますので、夢特性ですね。まあ、そちらの方も企画はやっていき、いこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ここまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、あとは、よければ Twitter などで広告、宣伝ですね、していただければと思います。ということで、また次回お会いしましょう。ほんじゃ、またな。